はい、どうも。今日は、ソフトウェアのご紹介案内をしたいと思います。Mac や Windows でお絵描きとか漫画描きたい人、いろんなソフトがあるんですけど、自分が使ってる趣味の範囲でですけど、使ってるソフトでちょっといいものがあったのでおすすめします。メーカーさん、どうしようか、セルシスっていうメーカーのペイント、どうしよう、クリップスタジオペイントプロっていうやつですね。いつも名前忘れちゃうんですけど、イラストを描くのに特化されてるペイントプロ、あと漫画を描くのに特化されてるペイント EX ってあります。確か昔からなんかこう漫画描くツールでコミックスタジオとかそういうソフトウェアを提供している会社ですね。だからすごく完成度が高いいいツールです。で、いろいろお絵描きソフトってあるんですけど、もちろんフリーソフトもありますし、有料であればメジャーなのがフォトショップ、ペインター、あと Windows で大人気のサイ、いろいろありまして、自分も体験版とかで何か試したんですけど、まあ、本当みんなそれぞれ使ってる方いると思うんですけど、フォトショップはあれですよね、フォトショップはもう本当に CS シリーズはプロの方とかも使ってると思うんですけど、何でもできちゃう、間違いなく何でもできちゃう、なので最強ツールだと思います。フォトショップは自分が持ってるのは、エレメンツっていう喧嘩版なので、写真関係は全然問題なくいろいろいじれるんですけど、どうしてもこうイラスト描くってなると線がこう綺麗に引けない、スキャナーで線画を取り込んで色を塗る、加工するっていうのは向いてると思います。だからフォトショップは写真とか合成用ではないと使わないです。で、ペインターも試しましたけど、あれはすごいですね、あれは普通にすごい、ただ高いんで買えない。で、サイもお値段お手頃で使い勝手試してみたらやっぱり良くて、線がやっぱり綺麗にすごい描けます。でも Windows しか提供がない、自分 Mac メインなんで使わない。で、調べてたらこのセルシスさんの、クリップスタジオペイントも体験版試してみて、めちゃくちゃ線描きやすいです。これが動画で紹介する画面ですね。すごくこうシンプルなんですけど使いやすいツールがいっぱい並んでます。これペンツールですね。鉛筆関係も充実してて、パステルもしっかり、チョークとかクレヨンいろいろあります。キャプチャーしながらだからちょっと動作がもっさりしてるんですけど、実際すごくスイスイ動きます。 G ペン、カブラペン、丸ペン、マーカーもあります。カリグラフィーっていろいろこう角度つけて面白い線が描けるんですけどね。色も下のツールパレットから変更できます。微調整ももちろんできます。 CMYK カラー、他の色も選べます。ペンツールが結構充実してて、線の太さも自由に調節できます。太くしすぎると負荷がかかるのでちょっと動作がもっさりしてしまうんですけど、ブラシサイズ、ペンタブ持ってる人はね、タブレットの方でショートカットで調整できるから楽です。アンチエイリアスも入ってますし、手ブレ補正なんて機能も入ってますね。で、色塗りは、水彩、油彩、墨、いろいろなパターン入ってます。エアブラシももちろん充実してます。その他にこうパターンの線つけたりとか、そういうツールもいくつか入ってます。結構な数ありますね。あとはこれが消しゴムもざっくり消したり、なんかサラサラ消したり、ぼかし機能、塗りつぶし、グラデーション、あとはこの綺麗に円を描きたい方は円ツールとか四角い長方形ツールなんかもありますね。
で、文字もこう吹き出し付きで作ったりとか、普通のテキストが打てます。ゴミ取り機能なんてついてますね。あとは線の修正。面白いのがこのソフトはこう 3D のモデルさんを置くことができます。ポーズ、グラビア、歩く、スポーツ、いろいろなパターンがありまして。で、ですね、これが。ただ 3D のこの人形を置くと動作がすごく重たくなります。それがちょっと辛いんですよね。最近の Mac や Windows だったら快適なんでしょうね、きっと。私使ってるのもちょっと古い Mac なんで。で、このオブジェクトこう本当はいろいろ回転させたりできるんですけど、何分これ重たくてちょっと動かしにくいです。ただこれがあるとね、体型まで変えたり、こう腕太くしたり足太くしたり、頭だけ大きくしたりとか、いろんなこうサイズ選べます。だから好きな人はこうグラマーな女性を作ってもいいと思いますし、スレンダーなタキャン。あ、で、これがイラスト、下書き書いて、線をつけて、色をペタペタもうそのまま直塗りですね、してってます。すっごい線もすごく綺麗に描けて、色塗りもすごいよくできますし、使いやすいです。で、何より値段が安いですね。ソフトウェア、ダウンロード版がなんと5000円、パッケージ版で8925円。で、月々レンタルするっていう今ソフトウェアの提供方式多くなってますけど、バリュー版っていうのが500円、8ヶ月なんかありますね。バリュー版月8ヶ月。4000円。なんだろう。まあいいや。っていうのがあって、ともかくこう、Windows、Mac 両方に提供がありますから、イラストを描いて遊んでみたいって人は、まあ、5000円のダウンロード版がおすすめですかね。入れてみてはいいんじゃないでしょうか。いろんな特徴あるんですけど、ちょっとそれはこう動画で説明しようと、別の動画で説明しようと思います。おすすめです。